はい、まず決勝進出おめでとうございます。決勝進出のことについては今どういうふうに受け止めているんでしょうか。力不足です。ではその準決勝のことを振り返っていただきたいのですが、位置としてはどこを取りたかったんですか。まあ、しっかり自分が切って、まあ、いい近くをしたんですけど、誘導との兼ね合いもありましたし、ちょっと難しかったなって感じで。一度引いて立て直したっていうのはそこは冷静に。そうですね。ありました。まあ、深谷さんのラインの後ろについて立て直して、結局外を踏んでという形になりました。そこはご自身のタイミングで。そうですね、まあ、平下さんもついてくれたんで、まあ、しっかり一センターが踏んだんですけど、全く済まなかったので力不足。風やバンクの状態っていうのは古性選手どう感じましたか。もう多かったですね、はい。それ3走走ってその中でも特に感じる。今日昨日が一番重たかった気がしたんですけど、まあ、今日感触的に悪くなかったので、昨日より、まあ、ちょっと上積みがあったんで、コンディションはちょっと分かんないですけど、今日はマシでしたね。じゃあ明日に向けてですが、まず今の調子っていうのはいかがでしょう。まあ、最近の中では一番いいかなと思います。明日に向けての修正点や感触、何か確かめたいことあったら教えてください。まあ、今日ローラーで最後持った感触が良かったので、まあ、それをしっかり、まあ、明日以降活かせるようにって感じで。決勝戦どう戦うか、勝敗を分けるポイントはどういったところになりそうでしょうか。まあ、気持ちですかね。ではその気持ちを大切に、決勝戦の意気込み聞かせてください。応援してもらえます。